匠ソフトの高井です。父特保官をしてまいります。2019年1月号、今回の箇所は私の提言5、福田病院理事長福田茂さん、医療を通して女性の幸せに貢献する。はい、妊産婦医療にかける思い、私たち馴染みの言葉で言うと産婦人科の、理事長、先生ですね、お医者さん、その、箇所から読を感じていきたいと思います。実は私、産婦人科さんの、ホームページをご縁があって作っております。初めて産婦人科さんのホームページを作ったとき、そのお客様は、まあ、実は旭川ではなくて札幌のお客様だったんですけども、とても難しい医療をやってられている先生でした。どんな医療かっていうと、体外受精だったり不妊治療だったり、あと手術もされて、腹腔鏡手術っていう手術もされていて、そのような私の全く知らない世界、それをホームページにしていくっていう作業をしたことがあります。ものすごく実は苦労しました。もうわからないことだらけなんですよ。しかもですね、その情報源というのがもうかき集めるしかなかったわけですね、私の中では。ですんで、もうありとあらゆるね、参考になりそうなものをかき集めてきたり、図書館行って本を読んだり、まあ書き写してみたりコピーしてみたり、いろんなことをしたんですよ。でも私ですね、その産婦人科さんの仕事をした時にはですね、まあ、もう子供はねその時はいたんですけども、実は私自身、結婚した時にですね、まあ、子供ができる期間がすごく長くかかって不妊治療を受けた経験があるんですよ。そういうこともあってですね、その時のこう私のトラウマではなく妻の方ですね、妻の方のその妻にしてきたいろんなこう仕打ちっていうんでしょうか、自分が至らなかった部分とか、あるいはその時に苦労をかけたその部分とか、なんかいろんなことがね、走馬灯のようにもう駆け巡ってくるわけですよ。その記事を書くたびにっていうか、記事を読んで勉強するたびに、あ、俺あの時あんなことできなかったな、あれで知ってなかったなとか、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、ね、よりによってそんな苦しい時にね、社員旅行で海外行ったりとか、ね、毎年海外行ってね、遊びほうけて帰ってきたりとかね、なんて最悪だろうってね、本当にね、そういう過去を思い出しながら、その産婦人科さんのねホームページ作った、そんな記憶が蘇ってきますでね。本当にこの命を育むっていうのは人の営みの中でね、最も重要な役割だっていうふうに私自身は捉えています。だからその役割を果たす女性っていうのはですね、ものすごく偉大な存在ですよ。生命を生み出すんですよ。男の私には生命を生み出すことは絶対できない。自分から生命が生まれてくるんですよ。自分からもう考えられないですよね。私、まあ、男の私には全く考えられない。でもそれをやってのける女性っていうのはただただ偉大ですよ。偉大だなと思います。そしてそのね、ものすっごい苦しみを通して生まれるじゃないですか。でこの苦しみ、痛みというのは男性はもう絶対に体験できない、絶対に耐えられないような痛みだと言われてますよね。
それを通して子供を産んでいくわけですよ。もうね、感謝しかないですよ。本当にありがとうございます。本当にね、そのね、女性のサポートのために日夜尽力されてるこの先生のこの記事を見てね、これだけ大きい病院でも、すごい大きい病院なんですよ、これ。この病院、これとか言っちゃった。この病院、すっごい大きい病院で、もしかすると全国1なくらい大きいんじゃないかな。それぐらいでっかい病院なわけですよ。熊本にある病院なんですけどね。まあ、そんな大きな病院でも、この女性に対する向き合い方っていうのは、本当一人一人に対しての向き合い方っていうのを、研究されている、勉強されておられるんですよね。そしてこれはもう誠心誠意って言って本当にね、誠心誠意ですよ。対応しようっていうのがあのすごい、あのこの文章を見てね、受け取りました。こんだけ大きくてね、こんだけね、おそらく経済的にもすっごい力があるんですよ、あられるんですよ。でもですね、徹底的に学んでるんですよね。しかも学びがですね、どんどん広がっていくわけですよ。これはね、大きいところで小回りがこれだけ効いちゃうとね、小さなところって対抗できないぐらいじゃないかなっていうふうに感じましたね。だから本当にね、大事だなと思うのは、危機感を持ってひたむきに努力計算することだと思います。こんなね、私みたいなちっぽけなもんでも、あのちょっとゆとりができると、あの油断しやすいんですよ。ちょっと油断してネットちょこちょこって見てみた、ね、あ、今日はちょっと疲れたから早く帰ろうとかね、やってしまう。そんな暇ねえだろお前ってね、いうことをやっぱり自分の中で問いかけていかないと、慣れ誰になっていることに気づかされました。ね、新たな命が生まれるっていうのは人生の大事業です。そこに従事する方、その従事される方が、その大きな使命を果たす女性のために、愛情とか思いやりの中で懸命に試行錯誤されてるっていうのは、これは生まれてくる命に対してもすごく喜ばしいことだと思います。その中でね、育まれていく命、私たちはね、大事に大事にね、育んでいかなければなりません。決して大切でない命は一つとしてないんですよね。そのことをね、私たちこの医療を通してね、改めて深く覚えて、人を愛し、隣人を愛する、そういうね、気持ちを持って、世の中を渡っていければいいのじゃないかな、そういうふうに思わされました。はい、今日はですね、医療を通して女性の幸せを貢献するっていうね、その箇所から読後感してきました。そしてまあこの読後感とは、ね、ちょっと関係ないんですけども、私自身もね、この産婦人科に関わった経験を通して、また違ったチャンネルをね、用意していきたいなというふうに思っております。ぜひですね、ご興味のある方はそちらの方もご覧いただければなというふうに思います。それではまた皆さんお会いしましょう。